3番細川4番ビシエドめちゃくちゃ機能する。初回3番細川レフト前ヒット、4番ビシエドレフト前ヒット、3回3番細川センター前ヒット、4番ビシエドフェンス直撃ツーベース。細川はもうずっと使い続けてくれ。こんなん現役ドラフトで出したらあかんやろ。ビシエドめちゃくちゃやりすぎとる。昨日今日ビシエドかわいそうやわ。ほんまに他の球場なら3本やで。ビシエドはしばらく大丈夫だな。細川おそらく明日以降もスタメンやな。アダコーチも細川のおかげで実績できたな。細川ってパワーはキーのくらいあるから、これはキーの使う意味ないのでは。横浜さんに聞いてた話と違うんやけど、昨日までヒットも出ませんではないからな。つながればこんなもんやろ。おいおい、1イニングで2点とか恐竜打線か。ご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。